アメリカの国債ですよ。こいつをどうされるんかが問題ですわ。はい、よろしくお願いします。はい、この間ほら愛ちゃん前回お話したように、あれでしょ、アメリカはトランプ人気すごいなってきたでしょ。うん、トランプ人気だからまた戻ってきてますね。すごくね、もうトランプ大人気になってきたでしょ。大人気になってきてるから、まあ世の中のニュースが戻っ、なんかやっぱりなんか繰り返し戻ってきてるよなっていうのはすごく感じますね、やっぱり。目覚めていくみたいな。まあ、まあ、人が目覚めこう目覚めていくやって感じですね。気づきましたからみたいな。面白いやろ。なんか結局そうなんだよ、民衆も結局みんな踊らされてるだけですからね。うん、だからここへ来てやっぱり、な、本当アメリカの話にいつもなったらええねんけど、大統領選挙が焦点になってきたんでね。でね、すごいんですよ、なんていうかな、しょっぴかれていき具合。あのね、CIA の元長官とかな、しょっぴかれていってるからな、全部。だからな、大掃除がすごいんですよ。大掃除でいう抹消というか、そっちかな。今まででは、ちょっと考えにくいような権力者みたいな人たちがみんなしょっぴかれてるから、ね。ただね、ちょっと今、すごい気になってるのは、やっぱり、ね、南部も北部もそうやし、まあ、東西、アメリカの話な。はい、まあ東西は海でね、海があるからなかなか移民難民 流入してきにくいって言いながら、でもやっぱ海の方からでも入ってきてるんですよね。南北南、まあ南が一番やね、メキシコ、はいはい、うん、であと北側で、カナダ国境ね、はい、で東西海からもやっぱりね、移民という難民というより不法移民やな、難民というよりな、あれがまだ入って国境を開けてるんでね、どんどん入ってきてるんですよね。で、あれね、今ほらイスラエルでやってる云々観音っていうのもな、まあそのイスラエルが悪いんじゃなくて、その要はエリートですよね、グローバルエリートの連中がやってるわけやねんけども、そういう人たちがな、やっぱりもういい加減やめろってみんな騒ぎ出してるんですよね。で、これね、なんていうかな、イスラム系っていうかな、宗教的なもんで、はい、的なもんのその概念を持ってる人たちにとってはやっぱりね、アメリカでもそういう暴動というかテロというか、はい、そういう、はい、今はデモ行進みたいなんで収まってるけど、やっぱりちょっとなんか非ことが出てくると思うんですよね、だから同じ今ガザなんかでやってるようなことがアメリカでこれから出てくる可能性はあるんだなと思う、だからまあ内戦まではいかんやろうけど、テロ的なもんな、アメリカでね、出てくると思いますよ。だから大統領選挙までの間ね、だから要はただやっぱり次のね、この間言ったようにアメリカの全州でその、オセロが、真っ黒のオセロが真っ白にひっくり返るように、青い州まで赤に、オールレッドぐらいまでひっくり返すような展開になるとするならば、今のそのバイデン政権みたいなのがとことん悪事っていうかな、とことんひどいもんだっていうのを演出せなあかんのですよ、まだまだね。だから1年ぐらいかけてね、はい、だから何ちゅうかな、とことんひどい状態、的にもそうやし、その治安にもそうやし、そういうふうな方向へどんどん向かっていくんやと思うんですよ、アメリカの政治がね、でやっぱりそのなんていうかな、今の形、この変な全体主義っていうかな、左翼的な発想、要は共産主義ですよ、早い話が、アメリカ、そっちへ向かっていってるんで、これを維持したい人たちにとってはやっぱバイデン政権みたいなのも維持 しないといけないんですよね、民主党の政権、でそうなるとやっぱりな、株価は選挙前には上げときたいと思うんですよ、で株価が上がっていくってことは、選挙前っていうのは必ずやるんですよ、演出をね、株価っていうと、その今の政権はなんとか続くっていうか、安泰というかな、経済的な、なんていうかな、指標というか、メンタリティーかな、民衆の、そういうのがあるんやけど、さあどうなるかっていうことですよ、俺、多分、
あの選挙前に大暴落させるんちゃうかなと思ってそんな、またオールあかんなっていくわけなんでね。あとそれとさっき言ったようにその株価ですよね。株価を前に維持させておきたい、高値で置いておきたいというのと、はいはい、あとは直接その投票、要は民主市民がアメリカの民がね、その直接投票所に行ってその選挙やね、選挙投票するような形が一番いいんですよ。まあ今のところな、まだそこまでそのなんていうか進んでないんでね、いろんな技術的なもんとかいろんなもんひっくるめて、でね、過去のそのやっぱ不正選挙、その前バイデンジャンプとかうんぬんかんぬんもやっぱり郵便投票、はい、要は郵便で送るやつよね、はい、あれかなり不正されてるんですよ、いじくられてるんですよね、盛られてるの、情報ね、だから直接生かしたくないっていうのがあるはずなんですよ、ただな、多分何をやってくるんかと思ったらな、やれるかどうかは別よ、やれるかどうか考えてることとしては、はい、やっぱりもう一回パンデミックやと思ってるんですよ、これはさせるのね、はい、でパンデミックで WHO がちょっとまあ出張ってきてるっていうから、日本も来年の5月にその なんちゃらかんちゃら、ね、だっけ、国を超えた力で外出制限とかな、もっと打てとかな、あの緊急事態宣言うんぬんかんぬん含めてですよ、そういうことを やろうとしてるわけでしょ、来年5月にね、はい、日本の場合もね。でそんなとこずっと見ていくと、やっぱりこの次の11月の大統領選挙に合わせてもう一回パンデミックやりたい、やれるかどうか別よ、分からんけど、はい、やっと行動制限させるともう郵便投票っていうことになってくるんですよ、はい、で郵便投票ってことはまたなんていうかな、漏れるというか、何個でもいくらでも操作できるというような形になってしまうから、そこがどうなっていくんかなっていうのはちょっと見ものかなと思ってる。あーまあとことん悪いよ、だから、悪事の限りしてるって感じですよ、まあ、ね、2024年に米国の選挙がありますもんね、だからそれに向かって一変させる可能性があるっていうのは言われてますからね、だからただ、まあな、まあ、ほとんどがもうしょっぴかれてるから、まあ劇場っちゃ劇場やねんけどな、それでも、最終的には前回言ったようにやっぱりアメリカ合衆国の全国民が挙げてあのトランプを応援するという形になるはずなんですよ、最後はな、演出はね。そこへ行くまでもっと吸ったもんだして、もっと盛り上げるって感じだと思うんですよ。最終的にトランプをまた引き上げる、必ず出てくるはずですよ、今は裁判してるじゃないですか、トランプね、いろいろと。まあ、あれ、だからいじめられネタなんですよ。いじめられればいじめられるほど真実を知っていって民衆が盛り上がると、はいはいはい、でトランプを助けろとかそういう話になってですよね、要はだからトランプが起訴されたりせんとその出てこないじゃないですか、そういうこと表に、まあ表に出てこないですね、その今までは。だからあれはいつもの通り、あいちゃんに言ってるいつもの通り劇場っていうか映画なんで、そういうあのなんていうかな、そういう作りしてるだけ。いやトランプが入ってくるっていうのはやっぱり全部裏がそのバイデンとかそういうのも全部絡んでるっていう感じなんですかね。トランプがその捕まるっていうのもそのバイデンとかの、その政府という裏も絡んでるっていうイメージでいいんですか。いやあのね、分かりやすく言うと、はい、その司法省ですよね、司法省、はい、と司法ですよ、要はだから法律を司るところがもう腐ってるっていうことを世の中に知らしたいわけなんですよ。ああなるほどね、はい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 、だから、でそのねじ曲げてるというかな、嘘ついてるというかねじ曲げてるというか、法律その法を司るところがそのものがもうあの機能しない、おかしくなってるっていうか、おかしくなって、ね、正しく機能してないですね。それを、あの合衆国の人たちに知ってもらうためにはどうするかって言ったら、ああいうことをやるってことなんですよ。ああなるほど、だからそれはその民主党のそういうなんていうかな、その共産主義者みたいなのが、はい、そういうことをやってるっていうのはあるとかないとかじゃなしに、そういうことをやってましたということを暴露してるってことなんですよ、あれ。なるほど、はいはいはい、分かる言ってる意味、だからその要はそれをもっと分かりやすく言うと、はい、
例えばね、今言ったらバイデンがどうたらこうたらっていう話も、うん、あれがもうおらんわけですよ、もうそもそもが、その本物は。ね、で、うん、変な偽物大統領専用機乗らされたり、うん、たまにこけてみたりとか、はいはい、あれはネタでやってるんですよ。だからね、もともとの悪人、うん、悪人というか、もともとのそういう人たちはもうほとんどおらんようになってんねんけども、そこに役者を立てて、うん、ハリウッドの役者を立てて、うん、バイトをいじめてる姿を映画でやってるって歌分かります。だからな、すごいんですよ、このストーリー仕立てって。まあだからそれはトランプが、これプーチンと一緒でトランプが勝手にやってるってわけじゃないんでね。ほんまに勝手にそんなことやってたらもう通り殺されてるからな。はいはい、やっぱりそういう全体的なそういう風なシナリオというかあって、うん、で、まあそのトランプさんもその役者と、うん、そういう役回りをやってるってことですよ。そういう話なんですね。はい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 、じゃあそのもともとのその王家とか王族みたいなのが今まで共産主義やってみたり資本主義やってみたり何々主義やってみたりいろいろこねくり回しやっとったけど、そこにいる一番なんていうかな奥の院っていうか、そこは変わらんのかって言ったら、うん、あんまり変わらないと思います。同じやと思います。また、うん、同じ、なるほど、うん、同じなんだけども、もうそもそもがその今までのやり方ではもうコントロールできなくなったっていうのを、あー、もうでね、なんでそういうことになってるかというと、我々みたいな人ってちょっと分かりにくいんやけど、もともとの王家を乗っ取った盗賊とか海賊みたいな人らが暴れてるわけですわな、はいはいはい、でその乗っ取られる前の本当の王家みたいなのがあるんですよ、やっぱね、本当の王家みたいなやつですよ、ずっと脈々と続くね、もうこれもう西暦以前まで遡って3000年と4000年とかな、で、そういうところから眺めるとな、そんな俗っぽいような我々みたいな話じゃないんですよ。でじゃあ何なの、って言ったら単純に言うと、そのもっとその宇宙的な流れを見てるわけなんですよ。わかりやすい。はいはい。わかる？なんとなく言ってるのな。言ってわかる。そうそう。だから要は天体っていうよりは宇宙全体の流れとして、あの、はい、次こんな感じですね。次こんな感じですね。はい、次このゲームルールはこう変更しますみたいな。だからそういう俗っぽい中にいない人たちっていうのはやっぱいるんですよ、現実。はいはいはい。そういう話です。うん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 、分かりやすさだ、今日は、あ、じゃあ経済の話、金融の話っぽいところですね。そこも一緒で、単純な話一緒で、あの、要はゲームのルールみたいな感じですよ。はい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 。我々がなんかゲームやってて、なんか僕、俺ゲームやるのか知らんけど、ゲームやってて、はいはい、あのこれを一回クリアしたんで、次のステージ行きますみたいなやつもあるやん。ありますね。あんな感じ。ああ、なるほど。ただそのそこでそこの目の前の時代しか見てないと、それがなかなか分かりにくいっていうのがあるよな、やっぱな、実際問題な。まあ全体のやつを見てないですからね、それはね、うん、ねえ、そんなこと言われてもみたいな話になるやん、突然なんか明日から今まで農業やって学校も子供とかね、もう家族ぐるみで農業やって、で税金というか年貢は米で納めてましたってやってたのに、突然ね、はい、明治維新になって今までは民やったのに今度は国民やって言われだして、で全員勉強して軍隊入れみたいになったりとかな、はいはい、みたいなことってあるわけですよ。そういう感じ、ね、うん、それは全然ありますね、うん、そういう感じは分かりやすいだな、はいはい、ゲームのルール変更ってことですよ、分かりやすいだな、それは、地球規模でそうなりますという話、はい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 、ね、でまあ今日の経済の話みたいなやつも多分そういうと一緒というかな、まあ一緒ですね、うん、まあそんな感じです、はい、はい、分かりました。昨日なんかあいちゃん LINE 長い、なんか真面目な LINE やったな、ね、真面目な、ちょっとふざけなしでめっちゃ真面目に感じましたけど、ね、アメリカの銀行は破綻してるじゃないですか、破綻 、うん、しましたよね、2個目もうファーストリバーブリック銀行、ね、今年5個目5個目でしたっけ、うん、今年ね、うん、それでその今後そのよくまっちゃんと話しててもそうですけど、そのアメリカが相次いでいる中でドルがなくなってきて、まあ、通貨という概念がなくなるっていうのはその通りなのかもしれないんですけど、一番ちょっと気になるのはやっぱりデジタル通貨とか暗号通貨っていうのはどんな役割を今後果たしていくのかなって、今また、まあ、今の通貨形態とは
デジタル通貨とか暗号通貨って違う概念にはなっているとは思うんですけど、ドルが破壊されて通貨という価値がなくなったとしても、その価値がまあ 100% なくなるっていうことはないんだろうなっていうのを感じていて、じゃあその役割って一体どうなっていくのかなっていうのがすごく興味があるっていうところですかね。うん、まあまあ将来的にはもうちょっと時間かかるやろうけども、まあそうなっていくんじゃないの。うん、まあ言われるなりつつあるよね、はいはい、だってそもそもその我々なんて日本の人ってほぼ人口いるけど、はい、まだまだ南米もそうやし、アフリカ大陸もそうやしね、東南アジアもでも一部あるけど、銀行口座なんか持ってない人結構おるから、うん、はいはいはい、地域によっては半分以上持ってないような人おるからね、そういう人たちに、ね、もちろんそういう人たちのところの経済っていうのは均一化していくっていうか、この地球がフラット化、世界がフラット化していくからね、そういう人たちも、まあ、同じようなレベルの生活水準ということに今度なっていくからな。結局そういう、なんだろう、デジタル通貨とか暗号通貨っていうのはそもそもそれもなくなっていくって感じなんですかね。デジタル通貨、暗号通貨っていうのは、言っていうのは政府発行じゃないっていうやつですね。政府発行って、まあ、ビットコインとかって言われてるやつですよね。分かりやすいのは法定通貨じゃないやつってことですね。そう。それで、その中の法定通貨ではないんだけど、その、なんだろう、そのための必要な法定通貨っていうか、法的的な仕組みも必要なのか、そもそもそれがなくなった状態のままなのかって、今って、法定通貨はなくても、その、まあ、ネットの社会でその課金して日本円とか、その自分の通貨に返金するっていうのはあるんですけど、ただ今回、まあ、ドルがなくなるって言って、ドルが壊滅して、もう一回全部リセットするっていうことだったと思うんですけど、そのリセットすることによって、その、通貨にも影響がしてくるのか。まあ、あのね、はい、いつから行こうか、あの復習しましょうか。あのね、はい、そもそも法定通貨の金融のシステムですよね、はい、ここをまずもう一回やりましょうか、はい、でね、なんでこれもう80年とかね、そのまあ90年も100年は持たないんですよ、毎回なんか持たない理由っていうのをまず知らんとどうしようもないと思うんですね、はいはいはい、でこのそもそもこの近代金融システムってどうなってんのっていう、はい、もう一回するけど、マネーですよね、はい、このマネー誕生の仕方ですよね、はい、ここに全ての問題があるというか根源っていうかな、はい、なんですよね。でいつものお話通り、その要は債務と債権はセットですと、はい、うん、要は資産と負債はセットっていう概念で成り立ってるんですよ、はい、分かるよね、はい、何回もやるね、うんうん、で要はそもそもじゃあどういう何を言ってるのかっていうと、借金をしないとマネーは誕生できないシステムになってるんですよ。まあそれはそうですね、はい、でいやいや、でもそれはそうですよねってみんな言うんやけど、そもそもなんでそんなことなってんのって話になるじゃないですか。まあ、そもそもお金というものがだって存在してないですからね、最初はね、うん、だからね、例えばやで、国っていう日本っていう一つの国があるよね、はい、うん、でここのこの日本という国の世の中にそのマネーというのを循環させるっていうのはどうなってんの、はい、っていうことになると、まずは国というところに、中央銀行がその日本というところにマネーを吸って、はい、まあ、実際マネーをする、それは別のキーボードでパチパチやるだけとしても一応マネーをするというふうにしておきましょう。うん、で吸って国に供給するわけですよね、はい、この時に日本という国は国としての債権ですよね、はい、うん、これを差し出すわけですわな、はい、でなると日本銀行からするとこの債権というのは資産ってことですよね、はい、資産ってことですよね、資産ですね、はい、で日本国っていうのはこの日銀から、投入して注入してもらったマネー、はい、差し出して、吸ってもらったマネーは債務、はい、債務、はい、そういうことですね。でこれが日本という国がそこに、マネーが誕生しましたと、借金して、はい、マネーが日銀から借金してマネーが誕生しましたと、はい、でこれをその公共事業なりなんなりって言って世の中にいろんな仕事を巻いて、でそれがバーッと流れていくと、はい、ね、でじゃあ民間の方はどうなってんのって言ったら、はい、要は我々が銀行ですよね、そこら辺の銀行で、はい、
ここにこんな会社を作ってこんな事業したいんで、借金させてください、僕にありませんかって言ったら、1億円借りたいんですって、はい、わかりましたって、1億円って書いた通帳を記帳してくれるわけですから、はいはい、そうですね、はい。そうそう。で、それが銀行が、その銀行の1億円の借金があって、初めて世の中にマネーが出てくるんですよ。はい、はい。うん、そうですよね。だこれ、僕が1億円借りたとしたら、僕からしたらこれサインですわ。はい。ね、で、銀行からしたら債権ですよ。うん、はいはい。で、債権であり、銀行の資産ってことになるんですよね、この1億円の借金、はい。そうでしょ？はい。わかりますよね。うん。で、これで世の中にお金、マネーが循環していくっていう仕組みなんですよ。はい。でね、そもそもその、じゃあ、そこら辺の銀行が僕に1億円貸した時のマネーっていうのは、はい。みんなが、いろんな人、A さん、B さん、C さん、B さん、あーっていろんな人が、その人たちが預金してますと、銀行に貯金してますと、はい、預けてます。で、預けてるものを貸してるわけじゃないんです、これ全然。全く違うものなんです、うん、信用創造っていうことですから、何にもないから生まれるわけですよ。はい。ね、うん、ここまでわかるよね、これ、まあ、復習な。そうです、そうです、はい。うん、でね、まあ、それはいいんですよ。ただね、その国の言ったその日銀と国債を発行して日銀に金を借りるというこのシステム自体がなんでこんなことになってんのって思うんですよ。うん、はい、国が発行すればいいだろうと思うんやけど、うん、ここがまず一番の抱えてる元の根源、謎のところ、はい、でそこにもう一個言うと金利が挟まる、はい、わかる？だからね、うん、例えば、世の中に、今、ほんじゃ、簡単な話を、簡単な話を、一応やね、もう突っ込まんといてよ、いろんな人、簡単に言うだけの話だからね、世の中に2000兆円の現金預金があるとしましょうよ、日本国の中に、はい、突っ込まんといてよ、それじゃどうでもいいから、うん、一応2000兆円っていう現預金があるとしようよ、神のところにな、うん、国民の現預金ですよ、ええかな、はい、でこれは、誰が借金してんの、愛ちゃん、わかる？国が借金してますね。そうそう、国が借金してるから2000兆円あるわけですよ。はいはいはい。そういうことでしょ？ 2000 兆円の現預金があるということは2000兆円借金してるってことなんですよ。両立てなんで、これ。セットですから。うん。じゃあ国がな、じゃあ、ね、民間、民ですよ。我々がのところにマネーがあるということは国の借金なんですね。うん。これを借金を減らすと同じように減っていくわけよ。どっちも。はい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 。そういう仕組みになってるわけよ。はいはいはい。借金、はい、今セットですから。要は、そうね。だからだって、もともとだってないから、要は国が借金して生み出してるわけだから、それで借金会社は全体的に減りますわな。そうですね。うん、でね、じゃあ、いいかな、今までのことが分かったよね。はい、で、これ、借金を返済するということは、民間のマネーが減っていくわけなんですよ、同じように。はいはいはい。これが停滞っていう、要は縮小ですわな。あ、まあ、みんなが借金を返してきますからね。はい、でね、アメリカが借金大国はどうだらこうだらって言ってるでしょ、もう天文学的な借金してるわけですよ、アメリカっていう国は。はい、FRB からね。わ、はい、かるよね。ね、うん、で、今の同じこの仕組みでいくとな、はい、要は GDP がどうしたとか、アホみたいな指標ってあるけど、これを経済成長させていくということは、はい、金も資産も両方膨らんでいくんですよ、同じように。まあ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 、永遠と結局エンドレスですね。はい、だから最後は天文学的な数字になって、はい、これやめましょうってなるわけなんですよ。うん、だからな、もともとのところでいくと、これなんでこの利子ぶつけてこんなことやってるのかなっていうところから、そうなってくると、それってなんかすごく感じるのは、今法的通貨についてはなくなりますっていうのはその通りだと思うんですけど、そこにまたその分離している部分のその暗号通貨だったりとか、そういったものが切り離されてるわけじゃないですか。ってなるとどうなのかなって思ったんですよね。その、うん、いや、まあ、よしよしよし、早くすっ飛ばして進めていくわな。みんな文句言わんといては、あんまり細かいことは言わない、ね。細かいことは大丈夫だと思います。まずうん、全然どうぞ。まず今のところ理解にも始まらないな、うん。はいはいはい。ここやめましょうってことやから。そうですよね。うん、でね、まあ資産債務はセットですよと。そうそうそう。要は金利が必ず挟まってますと。うんうん、そもそもこれがおかしいんですっていう話だから、うんうん、これが、近代金融システムの大問題ですよと。はいはいはい。で、ここはこう置いといて、こっちは置いといて。あ、まあまあ、ちょっとだけ言うとこは、だからね、そもそもその
国の借金がうんだらかんたらとか、それが国民一人当たりなんぼの借金やとか、ありえない話なんですよ、そもそもそんなもん。はいはいはい、要は、そもそも借金せんと、経済成長できないシステムになってるってことね、これ。えっかな。いや、要はだから国が借金しなかったらマネーゼロってことになるわけ。はい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 、はい。分かったね、ここまでな。はいはい、な、うん。だから経済大国っていうところはみんな借金付けみたいな。はいはいはい。ってことになるでしょ、はいはい、でもな、もう一個言うと、その中央銀行になんで借金して利子まで払わないといけないのっていう疑問があったでしょ、うん、それと、うん、それとともにその利子って誰が取ってんのって。うん、だから誰がその利子取って、誰がその利子を使ってたかっていう、その親玉みたいな人がいるかってことですよね。そう。それは言ってましたよね。うん、だから、その、じゃあ中央銀行は利子取ってるんですよねっていう話やんな、今言ったところ。ほんならその中央、うん、日本の中央銀行の株主誰なんみたいな話になる。民間ですから、みたいな。うん、だから、まあ、まあ、まあ、日本の場合はね、まあ、半分ぐらいは国のもんみたいなもんやけど、まあ、それでも FRB なんて 100% 民間やからな、あれ。じゃあ FRB の株主誰なんて。だから結局その誰かしらの世の中でやっても言いたいことも世の中の仕組みから言うと結局のところ結局人が作り出して人がやってることだしでも実際は何もないところから生み出してるから誰かのところにその利益は行っちゃってるよねって話なんですよね。イカ様ゲーム。うん、だから結局その中で踊らされてるのがあるからそれがもうだん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 透明化されていって破壊されていくっていうようなイメージなんですよね。はい、OK、ね、進めます。でね、はい、FRB の株主誰なの、まあ、調べてみたら分かるよみたいな。うん、まあそこで、あまあ、いちいちこんなこと言わんと自分で調べればすぐ出てきますから。まあまあそうね、要はこういうふうに膨らんでいくんですよ。その要は膨らむのがバブルだとか、うん、バブルじゃないとか悪いとかええとかそういう話じゃないんですよ。もうそもそもがそういう形になってしまってるんですよ。はいはい、で、まあ、それはええと。で、まあ、今回これやめましょうっていう話なのかな。やめようというよりは、はい、もうちょっと行き過ぎたよねみたいな。うん、どこまで、で、これはね、例えば、じゃあ、その、金融的なもんとか、国際的なものの大暴乱とかな、金融的なもんがどこで一回行ったらファンのみたいな話って、いろんなテクニカル的な話する人っていっぱいおるやん、株屋の人とか、ファンドマネージャーとかな、うん、はいはい、そんなこと言うと、簡単に一言だけで言うと、要は胴元ですよ、その胴元の人たちが、はい、一体ここで終わりって、ボタン押すまで続くだけの話ですよ。はい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 、で、逆に言うと、どこで終わるか言ったら、そのボタン押した時点で終わりですよ。ここでやめろって言った時点だけの話。だから途中のそのテクニカルなあだこうだって言うけど、うん、関係のない、その胴元がそういやそうなるっていう話ですよ。まあその胴元が誰かって、まあ日本とかはなんかそれはアクセスできない情報っていうらしいですけど、まあ海外は載ってるのか、まあ調べれば。ね、多分ね。まあそれはあいつとかこいつっていう話違うから。あいつこいつじゃなくて、その要は、うん、昔からとのつながりがあるし、なんかあれですよね、今調べると日銀の株主って 55% 以上一応日本政府持ってるんですね。そう、でも 45% は民間、誰が民間の投資家によって保有されてるから、一見その投資家は誰かって話なんですよね、要はね。だからそれ誰こいつとかあいつっていう話じゃないんですよ、いっぱいおるんですよ。うん、そうよね。まあ、要は、でね、何だっけ、で、相手の質問でいくと、で、まあ、そこまでよしとして、でね、質問、そうそうそう、その中で質問としては、その中で、それは要は、決定通貨の話、はい、法定通貨との話じゃないですか。はいはい、わかりました。いきます、うん。でね、その法定通貨自体の、その信用ってあるよね、はい、これ信用通貨だよね。うん。信用で成り立ってるわな。はいはい。で信用で成り立ってるこの法定通貨自体の信用力っていうのが落ちてくる。ね、当然。まあ、それはね、信用ないものだと意味ないですよね。はいはいはい。うん、今、そうなってきてるんですよね。うん。うん、これがインフレとともにそうなってきてるでしょ。うん。ほんなら、その時に価値を持つものっていうのは、やっぱりいつも言ってるように、金とか貴金属って話になってくる。ああ、そう言ってますよね。その。中世からずっとそうなんですよね。そうですね。それはそういや、不動産もそういうもんね。うん。まあまあ不動産というより基金、金です、ゴールドですよ。ね。その、うん、もっと大きな枠で言うよ、不動産じゃなくて、はいはい、もっと大きな、金融的な枠の中の話するからな。はいはいはい、ってなると、ゴールド、だから今、ゴールドっていうことになってるわけなんですけども、ですかね。はい。で、これは共通価値なんですよ、普遍的な。
あ、普遍的に物理的な、物理的法則ってことですよね。うん、いやいやいや、歴史的なもう普遍的な価値なんですよ、ゴールは。もう古代からですよ、これは。うん、だから、今は一時的にそこへ避難しましょうっていうことなんですよね。うん、だから、ゴールドの需要がこんだけ高まってるってことなんですよね。はいはいはい、で、さっき愛ちゃんが言ってた、その、本題の聞きたい、仮想通貨みたいなやつ。そうそうそう、要は、これは、まあ、ビットコインでも何でもそうやけど、何の裏付けもないって話なんですよ。法定通貨はまだね、法定通貨はまだ、うん、まだその銀行が破綻しても国が助けてくれるみたいなやつとかな。うん、日本の場合やったら1000万円まで、なんだっけ、預金保険でこう、保護しますよ、うん、みたいな。あれこそ何の裏付けもないわけなんですよ。まあ、裏付けがただ単純にデジタルの中の世界の話ですからね、一番はね。うん。うん、じゃあ、その要は、その仮想通貨的なもんですよね。いろんなインサリア、うん、何あんのか俺知らんけど、なんかいっぱいあるから、今まで出てきてる。まあまあまあ、それはまあ置いといてでも、一応そういうのがあるじゃないですか。まあ、FX もそれに対していろんなものもありますけど、入ってますけど。はい、それがじゃあマーケット一般市場の中で価値の交換基準になるんかと言ったら、はいはいはい、やっぱ難しいですよ、どうやったって。なるほどね、はいはい、でこの世界的というか地球的というか国的というか、こういうのの、その戦争もそうやけど、一番その争いの根源にあるのはやっぱり通貨覇権というか通貨発行権というか、うん、これが一番根源になってるんですよね、うん、だからあのその国家とか国がその発行する CBDC デジタル通貨みたいなものは当然これから出てくるんだけども、うん、通貨的なものが一般的に流通する、決済手段として表に出てくるっていうことはちょっとありえんと思うんですよ、はいはい、ある意味逆を言うと、その通貨発行、法定通貨を発行する国からしたら邪魔な存在、あ、うん、まあ、そうやな、うん、その位置づけにはなると思う、やっぱり。うん、だから、国から見ると、その通貨発行権持ってる人たちからすると、好ましくないもの。まあ、だから、要は認めてる国もあるし、認めてない国もありますからね、確かにね、国によってはね。いやいやいや、認めざるを得ない国ってあるんですよ。だから、アフリカ大陸なんか、最後、自国のその通貨そのものが安定してないかな。あ、全く安定してないとか、要はタイドルとか、うん、ドルですよ、ドルに対しての交換レートを持たないような通貨ってあるんでね、やっぱり弱いです、うん、ああ、弱い、それが確かに電子通貨の方が確かにな。で、それとともに、今日最初言ったように、銀行口座を持ってない人が半分以上おるような国ってやっぱあるんですよ、やっぱ。で、そういう銀行口座を持ってない人の国にとっては、やっぱり仮想通貨って便利なんですよ、送金一つするにしても、うん、ね、早いし。手数料もないし安いしとか、あと自国通貨でやったら不安定よねみたいなやつとか、うん、でドルとの交換レートも、まあ、あったとしてもベラボーにドルに比べて安いとかな、自国通貨がとかあるんで、それは今一時的な話です、これは。うん、なるほどね、これ将来的にはそのやっぱりデジタル通貨になっていくと、そういう人たちもそういうデジタル決済できるような法定通貨っていうのを持つことが簡単になっていくと思うんですよ。うん、で、ね、で、そこへ、その通貨発行権の、なんていうかな、うまみ、どうもとからしたらうまみみたいなのがちょっとなくなっていく世界。要は分かりやすいと、ちょっと考えてるのは、限りなく利子のない金融みたいなやつ、あ、はいはい、うん、に世界はちょっと変わっていくんかな。だからすぐには変わらんよ。かなり時間かけて、10年、20年かけて変わっていくと思うんですよ。だから、それが今の一時的なところ、その通貨不安というかな、それは要はドル、ユーロ不安、円もそうやけど、その通貨不安と、要は地政学が一気に入れ替わるのと一緒で通貨不安ね、みたいなことで、一時的にゴールドとか現物に避難していってるだけで、最終的にはデジタル的なものに収まっていくはずなんですよね。はいはい、うん、今、過渡期みたいなやつなんですよね。で、その今までのように、その、通貨発行権を持ってる人たちが延々と利子を絞り取る、うん、みたいなのその金融じゃない形に変わると思うんですよね、多分ね。じゃあどんな感じになるのかなと思ってたらな、うん。で、あのね、今までのあの利子を絞り取るシステムっていうのは、要は民間でもそうなんですよね。そこら辺の銀行が俺に金貸すときな、うん、俺がその、借り、例えば1億円借りるよね。はいはい。
で、会社を設立しますって。で、返済は、まあ、10年で返済させてくださいと。はい、わかりました。じゃあ、金利は金利は1%でいいんで、年間1200万ずつぐらい返してくださいね、みたいな。1250万ずつぐらい返してくださいね、みたいな約束とするよね。で、そこへ利子つけて毎月返済していくねんやけど、このシステムっていうのはな、俺がその商売で成功しようがしようまいが、儲けようが儲けようまいが、必ず毎月利子を取っていくっていう形なんですよ。わかる？だから要は、貸して側としたら、一回貸してしまえば絶対利子、まあまあ、飛ばれてね、破産されたり逃げられたらしゃあないけど、まあそれはリスクっていうやけどね、まあ商売でやってないから、貸せば必ず利子が入ってくるシで、この形じゃなくて、新しいのはもうちょっとね、どっちかというとクラウドファンディングみたいなやつ。だから、その人が成功すれば、リターンが得られますみたいな。そういう感じの金融に変わるんちゃうかな、なるほどね。多分な。これも時間をかけてな。だから、何やったっけ？どこまで話したっけ？まだ分からんってきた。だから結局どのような役割をその暗号通貨とかは果たすのかっていうところでしたね。僕ら聞いてから、その果たす可能性があるのか。仮想通貨が、要は法定通貨の役割を果たすのかっていうことでしょ？もうそれは100%ノーで、200%ノーですよ。ありえないってことですね。一時的にそういう形で今動いてることはあるやろうけど、さっき言ったように、アフリカ大陸とかな、ちょっと貧しい国々っていうのはそう南米もあるやろうけど、それは将来的にはノーですよ。ありえないです。ありえないし、そういう法的な仕組みも作ろうとはしないって感じのイメージでいいですもんね。いや、邪魔な存在ですよ、一番多分。ただ、その価値の保全ということで、ゲームの価値の保全みたいな形で残るんかもしらんけどな。要はだから、なんていうのかな、先物取引のペーパーみたいな感じで、まあ残るんかも。要は遊び感覚ですよ。上がった、その法定通貨に対して上がった下がったみたいなことを楽しむとか、儲かった儲かれんことを楽しむぐらいのレベルのゲームのコインみたいなもんですよ。わかりやすいから。だから、その枠はあるかどうかわからんけども、それが表舞台に出て決済手段で使われるなんてことはありえないですよ。ましてや貿易手段なんて200%ありえないですよ。あれ、あれ、でもあれってよくまあ、今のこういう状態でも、日本円とかに、トレード、なんだろう、交換して、仮想通貨から交換して引き落とすことを許してますよね、国はね。仮想通貨とか、デジタル通貨とかで、儲けた人とかがいるじゃないですか。そういう人が、まあ、レートをドルに一回変換して、そこから日本に変換してますけど、そういうことを、要は、国もそうです。許してますよね。逆に言っちゃうとね。まあ、許しているっていうわけじゃないけども、スピードがやっぱりね、ああいう仮想通貨的なもんって早かったんだ。その制裁発って進化がな。だから追いついてないっていうのはあるんやけど、これからはなかなか難しいと思うよ、やっぱ。逆にその今後、どんどんドルが崩壊していく中でも、なんだろうな。今の決定通貨以外の、法定通貨以外のことのところも、要は、障害が出てくるって感じがイメージでいいんですか？いや、そのドルが崩壊とか言ったらなんか、ちょっとみんなで分かりにくいかもしれない。要は、さっきも今日最初に言ったように、その80年ぐらいの周期のサイクルなんですよね。これ何回言うけども、その債権、債務がセットで成り立ってる金融システそうだよね。ム。永遠に膨らみ続けるんで、崩壊じゃなくて、どっかでやめないといけないんですよ。一回止め、で、ストップしないといけないですね。やめて、一回チャラにしないといけないんですよ。で、これゼがロ僕がに。言ってるヨベルの都市っていうのもあったり、要は解放とか借金からの解放とか、一回チャラね、みたいな話ですよ。で、分かりやすいのが特性例ですよ。それはトランプがやると思うんですよね。アメリカのドルの場合やね。だからそこは簡単やと思うんですよ、ドルの場合はな。もう一回ここで終わりって言って、その場合借金もチャラよって言って、で、新しい借金になります、みたいな、一から始めましょう、みたいな感じだと思うんですよね。
じゃあその中で9ドルですよね、今の軍票みたいなもんですからね、今の軍票のドルと新しい出てくるドルが、うん、その交換比率を持つかって言ったら持たんと思うから、アメリカの場合はもう一回やめって感じだと思うんですよ。うん、なるほど。要は、あれですよ、債権債務総裁ですよ。もう一回全部終わり。はい。ってなると、仮想通貨もクソもないですよ、そんなもん。なんもないよ。要は、数価値を持たなくなるんやから。はい。アメリカの場合ね、ドルの場合は簡単やと思うんですよ。うん、日本の場合はね、意外とね、はいはい、貯金があるんよな、日本の人。まあ、意外と使わないタイプの人が多いですからね、意外と借金ある人がいますよね、うんうんうん。借金は多いし、その経済的にはそんなに、まあ、弱ってるのは弱ってないけど、まあでも貿易的には黒字なんですよ、まあ、円安もあったりするんで、うんうん、だからなんとも言えんねんけども、ただまあ、うん、ちょっとね、この現金として積まれてる1200兆か2000兆か知らんけども、適当に言っとくけど、適当にね。これちょっと使わせてもらおうかっていう時は来るんかもわからんな、国としては、うん、財務省だったら、うん、これちょっと当てがわしてもらおうかっていう時は来ると思うぞ。でも、うん、今の状態やったら当てがわしてもらおうかってのはないと思うんやけど、うん、あのね、一番大きいのは日本の場合はちょっと違うのな、アメリカ国債しこたま買わされてるでしょ、もう何百兆か知らんけどな、表向き200兆何百兆とか言うか、何百兆かもっと積んでると思うんですよ。でね、うん、さっき言ったように今のこの軍票のドルがね、今のこのドルが一回トランプが辞めるってやった時に、この債権どうなんのって話になると思うんですよ。買ってきたね、なるほどね、うん、この債権な、うんうん、これね、俺トランプやったらこれ踏み倒すと思うんですよ、もう、うん、一回なかったことにせみたいな、うん、でね、その時に今日本のその官僚、財務省、まあ官僚、まあ政治家なんかあれね、まあ官僚はおらんか、政治家の中でな、うん、これトランプに追い込みにくい人おんのかなと思って、借金返せって言って、うん、おる？いない、おらんよ、おう、うん、多分踏み倒されると思うんですよこれ。いない、黙っちゃう、黙り込んじゃいますよね、うんうん、日本人はそんな人、まあこれ踏み倒されてしまうんか、極端な円高、うん、ドル円がだから30円とか40円とかな、はいはい、これ事実上踏み倒しちゃうからな、実際問題ね、そうですね、踏み倒して逃げちゃいますね、うん、そのままね、ほんなこれで焦げた300兆とか200兆か知らんけど、これちょっと国民の預貯金で補填させてもらおうかっていうことはありえると思う、財務省的には。それぐらいの傷かなと思うんですよ。はいはい。だから日本円はそんな変わらんのちゃうかなと思ってんねんけどな。なるほどね、うん。うん。ただこの言ったようにアメリカの国債ですよ。こいつをどうされるんかが問題ですわ。うん、はい、で、まだ今国債買わされてるんですよ。で、これがその国債買わされてるのはこの円安の理由ですからね。まだ日銀がジャブ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 吸ってアメリカにこう貢いでるって形やから、うん、貢ぎすぎますけどね、あれ見てみて、え、貢ぎすぎちゃってるよねって話ですけどね。いや、これ日本が貢がんかったら多分 もっと早くアメリカをガシャ終わってる、終わってる感じですか、うん、そうそう、あの円が助けてるだけですよ、形としては今世界でどんどん、だから、あ、日銀が利上げした途端にドルは終わりますからね、うん、日銀利上げできないんですよ、だから、うん、なるほど、なるほどね、日銀利上げしてまうと一気に日本の国債に 円国債に世界のマネー流れ、ドルが流れ込んでくるから、はいはいはい、それこそ銀行破綻、今日愛ちゃんが言った銀行破綻と一緒で預金が全部流出するみたいな感じですよ、あ、はいはい、ドルが日本にガーッ入ってくるから、うん、まあ、そんな形になってしまうから、はい、金利は上げれないと、うん、上げれないというより上げるなと言われてると、うん、お前のとこ最後まで信受せえと言われてるっていう話ですよ、うん、だから信受させられるはずなんで、させられるのはこのアメリカ国債ですわ、ああ、はいはいはい、これがどんだけ焦げ、じゃあなんぼ本当はあったのみたいな、うん、っていう感じかな、はいはい、うん、っていうところらへんやと思います、はい、なるほど。で、まあ、日本の場合はちょっと遅れてるけど、準備は、ね、準備っていうか、その研究開発をやってんやろうけど、やっぱり CBDC、世界の流れに合わせてブロックチェーンを使った CBDC っていう形には遅ればせながらなっていくと、今トップ走ってるのは中国かな。
中国共産党が走ってるけど、ただね、人民権欲しいか？みんな。俺、ちょっと思うよな。いや、ねえ、デジタル通貨でも人民元もらってもらうかって思うんやけど、だからルーブルかって言ったらそうでもないでしょ？ほんで、この新ドル化って言ったら、まだまだ全然先の話なんで、だから、いわゆる基軸通貨みたいなもんがない世界がちょっとの間続くって感じちゃうかな。だから基軸通貨的なもんっていうのがないっていうことで、ゴールドっていうところに走ってるんやと思うとね。だってその基軸通貨って、まあ、それがその幻想か共同幻想かどうかは別として、本当の価値があるのかどうかは別として、一応ドルっていうことが建前上あれば、ドルを持ってれば安心だっていうのがあったでしょ、今まで。アメリカのインデックス買ってれば、適当に買ってれば絶対ずっと上がっていくから大丈夫だみたいな話って、で、ドルさえ持ってれば大丈夫だっていう神話ってあって、もうこれなくなったわけなんでね。で、じゃあさっきも言ったように、そのデジタル通貨にしても人民元かルーブルかって言ったってね、みたいな話やから。だから、ない世界がちょっと続く基軸通貨的なものが。これはもう永遠に続くんかもわからんしな。貿易通貨的なものも多極化っていうことになっていくんかもしらんし。ただ、今までの例を見てると、過去の歴史見てると、基軸通貨的なものをや、というか、金融覇権的なものをやっちゃうと、必ずこの80年ぐらいガッシャーンっていくから、ガッシャーンと行くというよりも限界ね、やめましょうってなるから、もう本気違うと思うけどな、もうやらんと思うけどな、そんなこと。もっと分散型っていうふうになると思うんやけどな。なるほどね、分散型か、なるほど。だから日本の場合も遅かれ早かれデジタル通貨的なもん、デジタル円っていうことになると思うんでね。で、デジタル円みたいなものになってくると、当然ペイペイみたいなものがなくなっていくと思うんですよ。要はああいう民間がやってるやつですよ。あと JCB とかビザ、ああいうものがなくなっていくはずなんですよ。まあ、そんな必要がないんで、そもそもがもう。いらんでしょ？何の必要があるいは、要は手数料3%、5%取ったりして、なら媒介してるだけの話なんで。ああいう技術、ブロックチェーンに関した技術が国がやれれば別にあんなもん必要なくなってくるんで、ああいう、要は決済の仲介業ですよ。中抜き業もなくなっていくし、で、なると銀行もいらんよねって話になってくると思うんですよ、これ。民間の。例えば駅前にあるなんか巨大ななんちゃら銀行みたいなやつとか、なんの必要もないよね、みたいな。で、当然窓口もなくなってくるしな、もう未だに多分減っていってるけど、だ銀行って、で、送金手数料で稼いでるでしょ？本当やったら金利で稼がなあかんねんけど、そんな金利で稼ぐほどの力、今の銀行にないんでね、そういう投資銀行的な発想ないから、手数料とか保険売ったりとか、投資売ったりとか、あんなことで稼いでるだけなんで、銀行いらないねって話になると思うよ。まあ、全部は潰れんやろうけど、8割ぐらいの銀行はなくなってると思う、10年後には。窓口が閉鎖になってると思うわ。10年後ぐらいかな、15年後ぐらいかな。どう見たって必要ないことやってるんで、だから決済手段の中抜き業務みたいな会社もなくなっていくやろうし、シンプルな感じになるんちゃうな、デジタル円っていうのが動き出すと。で、そのデジタル円が動き出した、ブロックチェーンを使って動き出したときには、利子を、その相手が失敗しようが成功しようが利子を取る金融ってのはないと思うんですよ。さっき言ったそのクラウドファンディングじゃないけど、そのもうちょっとなんていうかな、投げ銭みたいなやつ。投げ銭ね。あんな感じになりそうな気がするんだ。この人好きとか、この人のファンですというところに、貸しますみたいな。そんな感じしようかなと思ってんだけどな。でやろ、わからん。どう思う、あいちゃそこは、なってみないと分かんない部分は正直ありますよね。二大予想難しいなとは思いますけどね、正直ね。ん。だから、前も言ったけど、このブロックチェーン活用したデジタル法定通貨が動き出すと、前回か前々回やったけど、価値の保全ってすっごい意味ないって分かってきたでしょ、これで、なんとなく。だから価値の保全っていうのが、本当にぶっつぶつじゃないと意味はないから、また難しいところではあるんですけどね。だから価値の保全ってないっていう感覚になってくるんちゃうかな、これ。無駄にはなってきますよね、多分ね。その考えに至るのも無駄になってくるからっていうのはありますよね。
そんなね、まあ今でもそんなん言ったら別に通帳にゼロがこう000000って並んでるだけっちゃ並んでるだけだし、一緒っちゃ一緒やけど、そうですね、まあ、それがさらにもっとこう、はい、まあ、本の中に入ってしまうともっとなんか価値がなくなるみたいな。そうですね、それは多いかもしれないですね。うん、そんな景気はするよな。うん、ほんですぐもうバレるでしょ、お前とここんな全部すぐ、はい、そうそう、バレてから結局は、うん、もうすぐバレるよ次は。そうね、うん、だから結局その部分では今日のまとめとしては、結局デジタル通貨というのは法定通貨に負けるし、対等にはできないっていうところですね。いやいや、デジタル通貨じゃないでしょ、あれでしょ、仮想通貨。そうですね、仮想通貨ですね。はい。まあ、仮想通貨もデジタル、まあ、仮想通貨のデジタル通貨も、まあ、同じ原理っちゃ同じ原理なんですよね、言い回し方的には。いやいや、だから言ってるように CBDC ですよ。要は、はい、まあ、中央銀行発行のデジタルカレンシーなんで、俺多分、はい、中央銀行発行するデジタルカレンシーっていうより、国が発行するデジタルカレンシーっていうのに変わってきそうな気がするんですよね。まあ、うん、まあ、でもそれは名前が変わっただけで、中央銀行っていうのが、今の中央銀行をやめて、仮になく国有化に近い国有の中央銀行って形やと思うんですよ。うん、中央銀行が残ったとしてもよ。はいはい、残ったとしても、今のその株主構成とか誰かのもんみたいなんじゃなくて、ほぼほぼ国の持ち物ですいうような中央銀行っていう形に変わっていくと思うんですよ。うん、そっちの方がいいですよね。だから、うん、になると思うんですよね。で、はいはい、デジタルの法定通貨と仮想通貨っていうことになってくると、そのデジタルの法定通貨が世の中にこう、本当にしっかり動き出すと、仮想通貨って、潰されてるんちゃうかなと思うよな、俺、多分。うん。これほど邪魔なもんはないと思うんですよ。うん、なるほどね、うん。国側からするとな。うんね、うん、機械的なものを新しく整理していくっていう段階の時って、やっぱある程度全部把握せない、しないといけないんですよね、やっぱり。そこまで、要は国が発行してないようなそのデジタル通貨とか暗号通貨とかに、まあ、取引をしてしまっている人たちは多いって聞きますけど、若い子も含めて。逆にそういうのはあんまりやめた方がいいってことですよね、多分ね。いやいや、やめるやめるやしな、ゲームやから別に。ゲームでも、そのゲームに対して結構な多額な金額を払ってしまうっていう子が多いのでね。うん、まあだからそれ言ったら、その法定通貨もゲームのルールの中の話なんでね。だからバレーゲームですけどね。そうそう、今回そのゲームのルール変更しましょうっていうだけの話ですよ。だから、はい、もう何回も言ってるけども、法定通貨であっても共同幻想なんで、結局は、はいはい。そうね。確かに変わんないですよね。なるほどね。元の話を言うと、どっちであろうが全部共同幻想っちゃ共同幻想の話なんですよ。うん、はいはい。うん。言い換えることはないからな、確かにね。で、普遍的な価値を持ってるっていうのはやっぱゴールドってことになるんですよ、やっぱどうやったって。ああ。だからこれは、その、なんちゅうかな、もう、なんていうのかな、もう普遍的なもんっていうところに変えていくっていうことにもなるんかもわからない、いろんなものが、だから、その、なんていうの、生活様式とか、はいはい、生き方みたいなやつとか、はい、そういう物々交換の経済含めても、やっぱ普遍的なところ、要は、千年、二千年経っても変わらんような価値観みたいなやつ、はいはい、そこで変えていくんやと思うんですよね、デジタル、その、ね、CBDC が動き出したとしてもよ、はいはい、うん、だから通貨そのものが価値を持ちにくい世界に変わってると思うんですよ、はい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 、CBDC になると、はいはい、うん、っていうことは多分金融そのものもあんまり価値のない世界入ってるはずなんですよ、はいはいはい、それはそう、だから通貨のその得方とか稼ぎ方みたいなのが、はい、美人投票みたいなやつ、うん、だからさっき言ったら投げ銭みたいな、はいはい、あの感じやと思うんですよ、多分だから。今そんなんなってない若い人たち、多分なってるから気にすんねんけどな、どうやろ、まあ、なってる可能性は高いですね、はい、それがもっと、うん、そうセキュリティのなレベルも上がっていって、いろんなところでそういう経済活動が起きていくみたいな、はい、うん、だからってなるとどうなるのかなと思ったら、どうやろうな、やっぱりその個人の頭脳とか感性とかそんな感じになるちゃうんかな、多分、どうやろ、あかりちゃん。どうなんでしょうね。それすら想像できてない部分もあるとは思うんですけどね。実際のところね。ただ、通貨という概念は、
消したっていくとは思いますけどね、概念っていうのは、うん、そう、うん、それは何度も言う、その法定通貨じゃないですけど、通貨というそもそもの概念っていうのは、今までは根付いちゃってますけど、それはなくなってくるんだろうなっていうのは思いますね。まあ、はい、今日これで終わりましょう。でね、ちょっと最後、いずれにしても CBDC なんですよ、これからね、はいはい、10年、20年、30年かけてやっていくわけなんですけども、はい、まあ、おそらくもう20年だったら、もうほぼほぼ世界中が全部 CBDC に変わってると思うんですよね。はい、要は、中央銀行が発行する限りなく、国立に近い中央銀行が発行する CBDC ってことになってるんですよね、世界中。はいはい、こうなると世の中のやっぱりな実物マネーコインとかお札っていうのは、はい、もうほぼほぼ引き上げられていってるのが多分俺30年後ぐらいと思うんですよ、はい、でまあ俺らが死んでるからまあそれはいいんやけど多分ね俺日本のお札は50年後はねアンティークですごい価格の取引されてると思うから、うん、ちょっと置いといたらいいかもわからんなこれ、うん、日本のお札綺麗から、うんうん、多分世界中の人喜ぶと思うんですよ日本のお札、うんうん特にあの聖徳太子の絵描いてた1万円とか中国持っていったらすごい値段つくと思うんだよ将来価値がどんどんね、はい、だいや50年後やったら多分それ家宝として置いといたら多分な孫とかな自分の、はい、こんなの昔使ってたのって、はいはい、それ50年後になってると思う、はい、こんな神を買い物行ってた、はい、それはなりますねはいあともう一個ね、みんなに使えるんだ。あの50円玉。はい。銀で穴開いてるやつな。はい。あれ、アフリカの人喜ぶからな。知っといた方がいいよ。50円だ、ね。50円じゃなくて、5円じゃなくて、5円じゃなくて50円なんですね。世界的にコインに穴が開いてるって珍しいから、大体。ああ、なるほどね。はいはい。それに、シルバーに穴が開いてるってな、ちょっと価値あるんだよ。はいはい。でこの50年後はちょっとしたらちょこちょこその価値が出てくる、うん、まあその程度の話ですはい OK です、はい、ありがとうございましたまあ今日のアイちゃんのご質問にはそんな感じですとはい、はい、ありがとうございましたはい。は